こんにちは、ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回のテーマは、手っ取り早くタイムを出す方法についてお話ししたいなというふうに思います。今回ですね、手っ取り早くタイムを出す方法、ひいてはですね、エリート市民ランナーになる方法というものを解説していきたいんですが、早い話がですね、長距離走マラソンの道に、近道はないというか、今日やって明日結果が出るとか、今日やったことが1週間後2週間後に大きな形となって、現れるということは絶対にありません。そういうあの種目の中でですね、じゃあどうやったら手っ取り早く結果が出るのかっていうことなんですが、実例として、お見せしたいというふうに思います。これちょっと細かいところまでは見えないと思うんですが、私が作ったオンラインスクール、ウェルビーイングオンラインスクールの受講生様で、さらに言うとズームコンサルを受けてくださって、そして、ズームコンサルで、密に話し合ってですね、生活状況、お仕事の状況とか、そういった勤務時間とかそういったこともお伺いしながら、じゃあその中で、どういうトレーニングができるのかっていうことを、簡単に言うとですね、ウェルビーイングオンラインスクールを受講して、で、自分なりにこういうことをすればいいんじゃないかということで、一貫その練習計画っていうのをエクセルで送ってくださったんですね。で、そしてその後改めてズームコンサルに申し込んでくださって、で1対1でこう話しながら、そういうお仕事の状況とかもお伺いして、それやったらこういう練習組んでいったらいいんじゃないですかみたいなところで、こう私が修正を加えていってたんですね。でその私が修正した練習計画に基づいて、こうずっとトレーニングを積んできて、でそのトレーニングの結果というか、実際やってみてどうだったのか、もちろんその計画、すべて計画通りにやるってわけじゃないんで、その時の体の感覚に従って修正するところは修正しながら、実際どういう練習したのかっていうところを送ってくださいました。でですね、このエクセルの表を見た時点で、遅かれ早かれこの方が結果を出すなっていうのはもうはっきり言って分かってます。でそれどういうところから分かるのかっていうことなんですが、早い話、ずるいこと言えば、もうこの練習の段階で練習の15キロ走で5キロと10キロの自己ベスト更新されてるんですよね。だからずるいこと言えば、もう練習の段階で自己ベスト出ちゃってるんで、そういう意味で速くなってるのはもう分かってるというか、もう結果出てるっていうのは当然なんですけど、でもそのラインっていうのをこう未来まで延長したとしても、その未来のどこか、それが、この表の中では12月29日のビヨンド2021でしたっけ、なんかそういう大会ありますよね、そこで、自己ベストを更新するのかどうか、それは私には分かりませんが、そこで自己ベスト出ようが出まいが、遅かれ早かれこの方がサブ3するっていうのはもう分かってます。それはもう練習見れば分かります。私も素人じゃないんで、一応そのぐらいのことは分かります。そんな最終的には分かんないでしょって言われたら分かんないですけどね。明日北朝鮮の工作員に拉致されるかもしれないし、なんか明日から戦争始まるかもしれないし、それは分かんないでしょって言われたらそれは分かりません。だけど8割9割以上の確率で遅かれ早かれサブ3は達成される方です。でそれどういうところから、それを私が判断するのかっていうところが分かれば、それ逆に皆さん自身にも応用していただければ、手っ取り早く結果を出す方法っていうのが分かると思います。まずその手っ取り早く結果を出すための方法1、それはここに書いてあります。長期目線でやりたいことは、要するにこれビジョンの設定ですよね。長期目線で自分が何をやりたいのかっていうことが分かってなければ、今日走る理由がないんですよ。これ私がよく言うことなんですが、人生とランニングっていうのは切り離せないんです。多くの方がランニングっていうとなんかね、こうテクニカルなことばっかり語るんですけど、そんなランニングって人間がやることなんで、それ車とかバイク走らせるんだったら、それはエンジンの設計とかで決まるかもしれないですよ。だけど人間がやることっていうのは、絶対自分の感情との結びつきが必要なんですね。要するに人生において自分が走るっていうことに対して、自分がどういう意味を持たせてるのかっていうことです。結局いろんな選手見てきましたけど、ドロップアウトしていく理由の7割以上はもう心ですよ。
あの体がボロボロになるまでやる、これは競技者である以上は当然です。だけど故障なんて逆にしない人いませんからね。あのみんな故障するっていう中で、それでもまあ治るまで地道な努力をしてもう一回走りたいと思えるかどうかですよ。でその気持ちっていうのはどこから来てるのかって言ったら、まあ人生においてランニングっていうものを自分がどういうふうに位置づけてるのかっていうことです。こちらの方の場合は40代でサブ 2.5、 50代以降は年代別日本ランキングで、10位以内に入る中高年の憧れの星になるということで、まあこういうビジョンを設定されています。まあ、あの本気でやりたいっていうところをビジョンに設定してるからこそ、まずその感情面で今日自分がトレーニングをする理由がある、まあ、その理由がなければ何回も言うんですが走る理由にはなりません。で人間っていうのは基本的には快楽を求めるか苦痛を避けるか、この2パターンしかありません。でその昭和のスポコンみたいなのはなんか怖い先生が来て怒鳴ったり殴ったりしながらあの生徒を指導していくっていうのが、まあ、残念ながらこれまでの日本のスポーツ界の、まあ、主流なやり方でした。私が在籍した洛南高校陸上競技部もそういう面がなかったとは言い切れません。ただ欠点としては長続きしないし、やってても楽しくないし、まあ、大の大人がですね、それで頑張れるかって言ったらもう頑張れるもんじゃないです。あの第一ね、その成人して私がこうやってお仕事してて結果出なかったら殴るとか蹴るとかそんな指導方法できるわけないじゃないですか。だから人間ってもう大人になってそれも趣味で走ってるのであればもう自分が本気でやりたいことをビジョンとして設定するしかありません。でこの方はあのビジョンを設定しました。でこれもまた重要なところなんですが、じゃあビジョンさえあれば気持ちさえあれば結果が出るのか、あの長距離走マラソンっていうのはそんな甘いもんじゃありません。まあそこそこは行くと思いますよ、そこそこは行くと思いますけど、まあ、最短最速でサブ3とか最短最速でサブ 2.5 みたいなところになればやっぱり適切な戦略っていうものが必要になります。じゃあその適切な戦略を立てるにはどうしたらいいのか、まあ手っ取り早いのは人から勉強するっていうことですよ。すでに経験を持ってる人、教え方の上手い人から、勉強するというのが一番早いです。まあ世の中勉強嫌いな人とか勉強を否定する人っていうのも一定数いるのは私も知ってます。特にスポーツの世界には多いです。まあ勉強ばっかりしてなんか頭でっかちになるみたいなね、そういう悪口というか非難っていうのはよく聞きます。ただ知識っていうのはもちろん多ければ多い方がいいし、大体その人間が自分で経験できる範囲っていうのは非常に限られてますから、やっぱり他の人から学ぶことによって学ぶものっていうのは非常に多くあります。まあ自分で一から勉強していくっていう、まあ勉強っていうか、まあ経験ですよね。一から全部自分で経験するっていうやり方も一つではありますが、まあ10年20年30年ってやっぱかかっちゃうんで、もっとマラソンの歴史全体みたいなスパンで言えば100年ぐらいかかっちゃいますよね。そうすると一生かかっても経験しきれないんで、それだったらもうすでに過去にいろんな人たちが経験積んでるわけですから、そういう人たちから勉強するっていうのが手っ取り早いです。で長距離走マラソンで結果を出すにはもう7割以上トレーニングの組み合わせです。なんかねみんなね走り方直せば速くなるって思ってる人多いんですけど、そんな無理ですよ。2時間3時間走る中で筋持久力がなければそもそも足が持たないんで、そんな走り方だけ直したって走れるようなスポーツではありません。だいたい日本の足と日本の腕を振ってりゃ前に進むんで、まあそんなにね細かい技術なんかないっていうのが中距離走マラソンですよ。もちろんあるんですよ、あるんですけど、だけどじゃあその走り方直せば今まで走ったことない人がマラソンで3時間切れるのかって言ったらそれは絶対無理なんで、もう長距離走マラソンっていうのはトレーニングの組み合わせです。だからこれがまず7割だから、この人の場合はそのトレーニングの組み合わせっていうのをちゃんと自分で立てられるように、私のウェルビーイングオンラインスクールで勉強して、そしてご自身で、まあ、1回立ててみたと、まあ、その後私修正させていただいたんですけど、ご自身で1回立ててみた。だからその自分のビジョンがある、ビジョンを定めたらその後適切な戦略を立てるために学びました、そしてその後実際に戦略を立てました。やっぱここも重要なんですよね。勉強して終わりじゃなくて適切な戦略を立てるっていうところまでが重要です。でこの方は実際に立てました。でその後まあ Zoom コンサル申し込んでくださったんで、1対1でお話ししながら私がその練習計画を修正させていただきました。だここまでで言うとビジョンを立てる、適切な戦略の立て方を学ぶ、そして実際に自分で、まあ、戦略、まあ練習計画っていうとかなり具体的なので戦略というべきか戦術というべきか分かんないですが、まあ、戦略を立てた、そして、4つ目として実際されてるわけですよ。まあところどころ
思うようにいかなかったところもあります。ただまあそれは、別に自分に負けてしまったとかそういう話ではなくて、やっぱり体の感覚とか体の状態、体の反応っていうのを見ながらトレーニング計画っていうのは修正すべきものなんですね。これは自分自身に負けてしまったとかそういう話ではなくて、これはもう修正しないといけないんですよ。で、まあ、考え方としてはですね、ビジョンを立てるっていうところはもう感情なんですね。結局そのマラソンサブ 2.5 サブ3が自分の人生にとってどういう意味を持つのか、あるいはそもそも走るということが自分自身の人生にどういう意味を持つのか、これはもう 100% 感情的な問題です。主観の問題であり価値観の問題なので、ここに対する答えっていうのは存在しないんですね。ただその後実際に実行する段階っていうのは、まあどっちかっていうと感情があった方が邪魔なんですね。感情は排除した方がうまくいきます。自分のビジョンに向かって正しい方向に進んでるのか進んでないのか、もう感情抜きにして、淡々と行動していった方がいい結果に結びつくことが多いんですが、まあ、この方はもちろん そこに感情があったのかなかったのかっていうのはこちらからは判断できないんですが、まあ、感情があろうがなかろうが、実際実行されてきたというところで、まあ、実際にその実行してきた、そしてもちろんその実際に実行するって言ってもただやみくもにあるんじゃなくて、適切な戦略っていうのを自分なりに立てて、で頭で考えてやってみたというところで、やっぱりここには理性を働かしているっていう部分が強いというふうに思います。で実際にここまでやってきたと、まあ、あとはだからやってることは一緒ですよね、そうやってやってみて、まあ、実際にその結果とかを見ながら練習のその流れとか、まあ、いくつかテストレースにも出場されてるんですが、テストレースの結果っていうのも踏まえて、まあ、こう修正を加えていくと、まあ、これが実は遠回りに見えて一番手っ取り早いやり方です。だからもう一度言うと、ビジョンを立てる、そして、ビジョンを立てたら次にそのビジョンを達成するための適切な戦略について学ぶ、そして適切な戦略について学んだら実際に自分で戦略を立ててみる、そして立ててみたらそれに基づいて実際に実行してみる、そして、その実行して実際どうなったのかっていうのを自分で見ながら修正を加えていく、まあ、これがエリート市民ランナーになるため の手っ取り早く結果を出すための、まあ、一番手っ取り早い方法です。手っ取り早いって言いながら結構時間かかってるじゃないかって思われる方多いと思います。その感覚は非常に正しいです。正直今の現代社会と長距離走マラソンっていうのはどん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 離れていっていて、まあ今って例えば電子レンジでチンすればすぐ温かいご飯食べられるし、カップラーメンでいいんだったらお湯注いで3分で食べられるし、電話で世界中どこでも誰とでもつながれるし、まあ LINE なんかでもね、最近は中学生高校生の中でも返信遅いとか言っていていじめの原因になったりもしてるんですけど、まあ1時間2時間とかでもね、女子高生とかだとそれがトラブルの原因になったりするんですよ。まあまあ教育大にいたんでそういう事例も勉強させられたんですが、勉強させていただいたんですが、やっぱりそういう LINE の返信が1時間遅い2時間遅いとかで結構ね、特に女子の場合はトラブルになったりするんですよ。だけど昔はそれこそ手紙の文通とかだったら1ヶ月とかね、まあ1週間とか普通にかかってたじゃないですか。それが家庭の電話になったって折り返し連絡来るまでいちいち2日って普通だったわけですよ。それが何でもかんでも簡単に手に入るようになっていって、長距離走マラソンに関してもやっぱりその感覚わからない人が多くなってきたように感じます。確かに現代社会では何でも簡単に手に入ります。ただ長距離走マラソンの世界っていうのは手っ取り早いって言っても半年はかかるんですよ。そこをやっぱり理解して取り組むっていうことが結局は近道になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、最後にですね、じゃあその長距離走マラソンを誰から学ぶのかっていうところは一つ大きな問題になってきます。でこれは正直別に私以外から学ぶっていうのも一つの方法なんで、そうしたいという方は他の方から学んでいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。で私からまあできる提案としてはですね、最終的にはランナーズユニバーシティウェルビーイングオンラインスクールっていう2つのメインオンラインスクールをご用意しています。でこちらのメインオンラインスクールに受講登録していただくことを最も強くお勧めするんですが、まあそうは言ってもですね、それなりのお値段いただいています。ウェルビングオンラインスクールの方は 99,800円で、ランナーズユニバーシティの方は月額 8,000円でご提供させていただいます。でまあいきなりそんなお金払えないよっていう方が、まあそのお金持ってるとか持ってないとかそういう話ではなくて、いきなり見ず知らずの人にそんなお金出せないっていう方が大半だというふうに思います。というわけで、普段は1,100円で販売している電子書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていうのを無料でプレゼントいたします。
このこちらの電子書籍の受け取り方なんですが、動画の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらの URL をクリックして、お名前とメールアドレスをご入力いただいて送信ボタンを押していただけますと、そちらのメールアドレスの方に自動返信メールで、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという自動、電子書籍をお届けさせていただきます。ぜひお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。